彼の中に多少の迷いはあったんだろうか。そうだとすれば少しだけ救いはある。人は誰しも心の中に魔物を飼っている。欲望という名の魔物だ。彼が選んだのは欲望を叶える方だった。大切な仲間である自分を生贄にすると決めたらしい。自分だっておめおめと殺されるつもりはない。一族の演技とは違う。今度は本当の殺し合いだ。ニミアの時もそうだった。大事になった瞬間に殺し合う羽目になる。自分は何度同じことを繰り返すのだろう。お前は大切な仲間だ。だから私のために犠牲になってくれ。知っているだろう。私の特別な力なんていらなかった。肉体が欲しかった。最後まで立っているのは結局自分で、仲間は傷つきひざまずいている。仲間を犠牲にして生き残るなんてろくなもんじゃない。ニミエを犠牲にしたあの日からずっと抱いている思い、息を切らす相棒に申し出た。彼は目を見開き、信じがたいといった表情だった。自分は自ら生贄にされることを選んだ。ニミエを失ってから彼女の笑顔が忘れられなくなった。彼女の幻影を追い続けた。永遠に失われたと分かっているはずなのに、仲間殺しの方は自分の背中にはもう重すぎる。起き上がった相棒に促すと、彼は自分の体に手をかざした。相棒の頬に涙がこぼれ落ち、それを見届けると目の前が真っ暗になった。そして世界が終わろうとしていた。大事な仲間を生贄にすれば願いが叶う。お前だったらどう決断する？あの男自分は生贄にならなかった。相棒がためらい途中でやめてしまったのだ。彼は無言のままその場を立ち去り、自分は残された。そしてその直後、
席を切ったかのように世界はおかしくなり始めた。相棒の体内では二つの力がせめぎ合っている。一人の人間の中で収まるわけがない。すなわち予知通りだったわけだ。呪われた魔法使いが世界を滅ぼすと。自分はそれを放っておくことができない。世界の終末を阻止すること。形は変われど、それが二人の間にあった目的だった。二人で交わした約束だった。まだ忘れてはいない。Come on!
り返ればあの相棒と多くの苦楽を共にした。相棒は自分の横にいてくれた。右腕の代償によって自分はどんどん魔物に近づいていたのに、彼といる時だけ二名を失った喪失感を忘れることができた。彼と出会わなければ今頃とっくに自分は人の心を失っていただろう。彼のおかげで自分はどれだけ救われただろうか。今度は自分の番のはずだ。相棒を孤独にするわけにはいかない。そしてたどり着く。わずかな面影すら残っていない相棒のもとへと。世界が終わったとしても尽きない思いがある。日記の書き手はこう考えた。大事な相棒を孤独にはできない。たとえそれが化け物だったとしても。だから死ぬ時は一緒だってな。それはかつての相棒ではなかった。それは不老不死の力を持つただの化け物だった。心が崩壊した彼の姿に胸が痛くなる。もう以前のようには戻れないのだろう。彼が苦しんでいるのは痛々しいほど分かる。せめて人間らしい死を与えるのが自分の務めだ。そして彼を葬った後自分も死ぬ。彼を孤独にするわけにはいかない。死ぬ時は一緒だ。大事な相棒との心中願望、モルガン・ルフェンはこんな気持ちだったんだろうか。この手で葬った女魔法使いに思いを馳せ、自分は妙な因果を感じた。全てをここで終わらせよう。ここが我々の旅の終着点だ。言うことを聞かない邪悪な魂が目覚めてしまった。相手は不死の化け物だった。それでも自分は立ち向かった。向こうの力は圧倒的で自分の肉体に限界が訪れた。腕がちぎれ足が消し飛び、しまいには上半身だけになった。それでもしぶとく動き続けた。やがてその執念も尽きた。かつて自分の相棒だった化け物は肉塊と化した自分をじっと見下ろしている。かすかに残った意識の中に化け物の行動が映った。自分へ向け血を注いできた。それが不老不死の血であったこと、その化け物は認識していたのだろうか。その血のおかげで自分は救われてしまった。
なぜ情をかけるのだ。目の前の化け物からかつて存在していた相棒を感じざるを得ない。お願いだからそんなものを見せつけないでくれ。自分は立ち上がって化け物へ襲いかかった。結果は変わらない。同じように八つ裂きにされ、そして血を注がれた。皮肉にもその血のせいでなかなか死ねない体になってしまった。なぜだ。永遠に繰り返せというのか。殺されかけては蘇る。何度も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 。殺意と情けが交互に行き交った。何日も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 。矛盾する思いが交錯するたびに心が引き裂かれそうになる。何年も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 。自分たちは何度同じことを繰り返すのだろう。あの化け物はまだ自分のことを相棒だと思っているのだろうか。ならばなおさらのこと、一緒に死んでやらねばならない。それが大事にしていた仲間へのせめてもの思いやりだから。孤独を埋め合った仲間へのせめてもの恩返しだから。世界は終わったが、それでも生き続けている。こうして世界は終わった。でも物語はまだ終わっていない。続きが記されている。せっかくだ、最後まで読んでみな。永遠に続く戦いを得て、自分は肉片になって身動きが取れなくなった。こんな姿になってもまだ生きている。不老不死であるマーリンの血のせいだ。こんな状態になったからこそ理解できたこともある。終わりのないことの苦しさ。マーリンも同じように苦しんでいるのだろうか。ならばなおのこと、どちらか片方だけ死ぬのは許されない気がした。この永遠をたった一人で過ごすのはむごすぎる。身動きの取れない自分をよそに、マーリンは自ら生み出した魔法生物を刺激しだした。その魔法生物は世界中から人間をかっさらう。まるで食事を取るようにマーリンはその人間たちを生贄として平らげていく。さながら世界を牛耳る支配者だった。いつしかマーリンの周囲は生贄用の人間とそれに収められた牢獄で埋め尽くされた。自分は考えた。この生贄たちに希望を託すべきかもしれない。我々二人の永遠に終止符を打つことを。どうにかして生贄たちに自分の思いを伝えたい。
分の記憶を伝えたい。その思いがわずかに残った肉体を変えていく。記憶を伝えるのに適した体へと。もしも自分の記憶を理解した上でマーリンに立ち向かう勇気のある者がいたら、全てを託そうと思う。この命と共に。世界が終わってもしぶとく生きている。この日記の書き手は最後の後書きまで読んでみる。大事な相棒を葬ってくれないか。